まあね。難しいな。よし。くそ。よし。ダメか。よし。させてもらうよ。ったく時間食っちゃったよ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。もしもし。ダボ、作業服は買えたか？ああ、今買ったところだ。そうか。じゃあすぐこっちに来い。KJ アートの奴らが室外機が故障したのに気づいた。たった今、下っ端が修理業者に電話したぜ。狙い通り。急いでそっちに向かう。出したぜ。分かってこい。しばらく寝とけっての。
お待たせ。それじゃ早速変装だ。ああ、よし、これでバッチリだな。おい、変装してるからって安心するなよ。目立つ行動は控えろ。わかってるって。じゃあな。どうも、エアコンが故障されたそうで修理に伺いました。お世話になっております。エアコンの修理の件承っております。左手の扉から外に出ていただきますと、非常階段の前に室外機がございます。中のエアコンも点検させていただけますか。実際どういう状況なのか確認しておきたいので。中のエアコンってございますか。そう、例えばそこの部屋にもありますよね。この際一通り点検しようと思いますので。そういうことでしたら、はい、問題ないかと存じます。ありがとうございます。それでは作業に取り掛からせていただきます。怪しいな。これは何だ。怪しいな。これは。
おお、ちょ待ちや。あんちゃん、エアコン直しに来たんやろ。そこを見終わったら上にも来てくれや。あ、はい、すぐ行きます。ほな、こっちや、ついてき。うー、サブ、早よ直してくれんとここへ死ぬわ。電源はついてんのに何も動かへんのや。わかりました。とりあえず見てみますね。あー、これは確かに故障してますね。おお、早直してくれや。なんや、中開けてみたりせんのかい。外から触って直るもんなんか。さすがやないか。なんや、そない簡単なことで治るんやな。いえいえ、お役に立てたようで何よりです。それじゃあ私はこれで。ん？誰やお前。あ、私エアコンの修理に来たものでして。ほんまか？見たことない顔やな。いつものあんちゃんはどないしたんや。てっきりあいつが来るもんやとばっかりは思っとったわ。それはですね。妙やな。もっかい業者に電話してどないなってんのか確認してみようか。
ひょっとして違う業者さんも呼ばれてるんですか？うちはカムロメンテナンスって言うんですが。カムロメンテナンス？聞いたことないな。どうやらご依頼いただいた方はこちらにはいらっしゃらないみたいですね。なんや、俺以外にも他に業者呼んだやつおったんかい。そら知らんわけやわ。今後ともご贔屓にお願いします。もう少しだ。開いた。
ら死ねえ。ほんま、すまへんでした。手間取らせよって。ドアホ、何してくれとんねん。あんだけ言うただろうが。すんません、ほんまにすんません。斉藤さん、エアコンが故障したって聞いてきたんですけど。だからその件はもういいの、治ったから。あ、じゃあ一応問題ないことを確認させていただいて、そしたら書類にサインだけお願いします。なんで修理してねえのにサインがいるんだよ。とにかくもう帰れって。あ、ちょっとお手洗い借りていいですか。実はさっきからお腹の調子が。ダメだ、漏らせ。
なんやお前は。少しだけ話したいんですよ、村瀬さん。俺も命がけで来たんだ。それに免じて。邪魔し、ヤクザ舐めとんのかこら。何が目的や、お前。言ったろ、あんたと少し話したいだけだ。これ見てくれ。この組を見捨てて逃げ出しているのがあんただ。なんなんや、お前は。神室町の探偵だよ。組が殺された事件を調べてる。羽村の弁護士に頼まれて。じゃあお前ら羽村を弁護しとるっちゅうことか。アホんだな。そんなもん相手に何も喋らんぞ。その交渉ならもう済んだと思ってたよ。まださっきの続きやるか。こんな真似してただじゃすまんねえ。顔を覚えたさかいな。あんたも本当に羽村が久米を殺したと思ってんのか。当たり前や。他に誰がおるっちゅうね。俺もそれを確かめてるとこでさ、あの夜何があったかははっきりさせたい。はっきりしてるやろが、羽村が久米の目をえぐったんや。以上。ん？どこで？どうやって？あの店のゴミ捨て場や。あそこでなぶり殺しにしたやろが。いや、少なくとも殺しの現場は別だ。それについては証拠がある。これがその証拠。なんやこれ。クメの死体。ん？怪しいな。これは。
あんたに見せんのは酷だったかもな。けどこの写真で死体の周りにほとんど血の跡がないとわかる。別の場所で殺された後ここへ運ばれてきたってことだよ。そうか。じゃあまあそれはわかった。少しは落ち着いて話せるようになったか。よし、なら一つずつ行こう。まずあんたはアムール前から逃げ出した後どこで何をしてた。敵に組の門さらわれて何も動かなかったのか。動いたに決まっとる。組を奪い返すために俺は凶霊会の仲間に応援頼みに行って。でも応援は集まらなかった。あ、アホ抜かせ。応援は集めたで。アムールにも貸し込みかけたわ。あの晩アムールにはもう人の出入りはなかったはずだ。そう思うわ。防犯カメラに映っとらんかったからやろ。俺らはそいつを避けて裏口に回ったんや。そっちは防犯カメラも壊れとったしな。そっからアムールに踏み込んだんや。踏み込んだ？アムールの中に？ああ、せやけど店ん中には誰もおらんかった。隅から隅まで全部探したんやがな。その時の時間は？夜中の12時過ぎっちゅうとこや。検察によればアムールでハムラが久米をいたぶってた頃だ。あんたの話が確かならそのストーリーがひっくり返る。ふん。検察の細い話なんぞどうでもええわ。とにかく組めやったんはハムラや。他におらんやろか。かもな。ただ今のあんたの話は警察も検察も掴んでない。だから法廷で証言してくれると。やると思うか。なんで俺がそんな真似せなあかんのや。どう？一応聞いてみただけだよ。なるほど。じゃあ村瀬によると12時の時点でアムールには誰もいなかった。そう、ハムラの頭は12時頃久米を解放してサウナへ行ったと言ってる。村瀬の話とは矛盾しない。となるとハムラの頭マジでやってねえのか。頭がサウナに行ったって証拠が出ればね。まあ結局はそこなんだよな。それでも今日は十分だろう。あとは明日だ。そうだな。よし、海藤さんも今日は上がって。そういやお前、村瀬に顔を覚えられたろ。しばらく街歩くときは気をつけろよ。
かした顔してるな。仕方ねえ。しばらく寝とけっての。よう、何か進展あったか。教令会の村瀬と話してきたよ。 KJ アートって会社が連中のアジトだった。それでよく無事だったな。お前大丈夫だったのか。俺は自分の仕事をしてきただけですから。新谷先生、12月3日夜12時頃、村瀬によればアムールは無人だった。つまりその時間、ハムラが久米をいたぶってたって検察の主張とは矛盾がある。おお、いいじゃねえか。でもそれ村瀬は証言してくれんのか。いえ、ダメでした。やっぱりか。だが村瀬のその証言は信憑性が高い。実は俺も面白いもん見つけてな。久米が羽村に拉致されてから3時間後のアムール前だ。つまり夜12時頃。画面の端っこだ。よーく見てろ。アムールに人が出入りしてたわけじゃないんで見過ごしてた。証言通り、村瀬は本当に久米を助けようとアムールに来てたらしい。そして無人の店内を見た。またそろそろ羽村の頭と話すか。もうそういうタイミングじゃない。分かった、これから接見できるようにする。手配できたら電話してくれ。八神さん、真冬と話したんですよね。ん？ああ、話したけど。真冬、嬉しそうでした。久しぶりに八神さんと会えたって。ああ、そう。でも寂しそうにも見えました。え？なんで？なんででしょう。それじゃ。
で行かれますか？どちらまで行かれますか？そうですか。また、どちらまで行かれますか？そうですか。いらっしゃいませ。こりゃうまい。さ、行くか。ありがとうございました。新谷だ。これから羽村と接見できる。お前もすぐタクシーで羽村署に向かってくれ。分かった。どうも。Thank you.
しばらく寝とけってな。どちらまで行かれますか？それでは出発いたします。俺の無罪は目処がついたかよ、ターボ。聞く相手が違いますよ。弁護人は俺じゃなくて新谷先生です。羽村さん、見てほしいものがあります。12月3日夜11時55分、教令会の村瀬が久米を救出しにアムールに来ていました。防犯カメラに気づいた彼らはこの後裏口からアムールへ踏み込んだんです。それで村瀬はその時店内には誰もいなかったと。ああ、その時俺はサウナに行ってた頃だ。久米はどうしてたんです？裏口から叩き出したって言ったろ。じゃあその前は？ああ、10時過ぎ、頭はわざわざみんなを店から出して久米と二人きりになったそうですね。証言は取れてます。なんでそんなこと？いや、あの久米って野郎なんか昔のダチ公に似ててよ、それで懐かしくなったんじゃねえか。俺も酔ってよく覚えてね。本当ですか？それにしたって人払いまでしますかね。だから覚えてねえっつってんだろうが。でもその割に店を出た時間だのはよく覚えてます。何が言いてんだお前。頭にもしアリバイがあって久米をやってなかったとしても、実際あんたは妙な立ち回りしてますよ。だと？何か俺らに隠し事があるんじゃないですか？何もねえよ。例えば真犯人をかばってるとか。何もねえっつったぞ。てめえはいいから俺のアリバイ証明してこい。俺はあの晩ずっとサウナにいた。その証拠があればこんなとこおさらばなんだよ。アリバイが証明できない場合に備えて他の解決法も探っとく必要があります。けどあんたに隠し事されたらそれもできなくなる。抗争相手を監禁した挙句目をえぐって捨てた。その疑いが晴れない限り死刑だってなくはない。なのに随分余裕だな。ヤクザってのはそんなに肝が据わってるもんなのか。俺がもし命乞いするにしてもその相手はお前じゃねえってことだ。じゃあ誰になら命乞いするんです？さあな。あんたが隠してる何か俺も興味が湧いてきましたよ。あ、おい、ヤガミ。よ、いろいろ動いてたみたいだな。羽村と接見してた。収穫はなかったけど。そうか。羽村は俺らにも何かを隠してた。思ってたより奥が深いのかもな、この事件。早い話が調査に行き詰まったってことか。まあね、もう少し材料が欲しい。例えばどんな？アムール出た後の羽村と被害者の足取り、その目撃証言、その辺はもう町中しらみつぶしに当たるしかないかな。ターボ、今金あるか？ん？いくら？とりあえず3万。俺の知り合いにカムロ署のデカがいる。そいつは金さえ渡しゃなかなか話せる男でな。つまり？情報屋だよ。闇でサツの捜査情報なんかを横流ししてんだ。何か使える情報があるかもしれねえぞ。
なるほど、汚職警官か。綾部ってデカだ。よくテンダーに出入りしてる。テンダー？ああ、やつに会いたいときはみんなテンダーを覗きに行くんだよ。あそこのマスターに聞いてみな。いい加減にしろよ。マスター、ちょっといいか？おう、なんだい？綾部ってデカ、知ってるだろ？ああ。でもここ何日か来てないな。綾部さんに言おうか。まあね、タイミングが悪かったか。大丈夫、来たらターボーのこと伝えとくから。それよりせっかく来たんだ、飲んでいきな。一杯店のおごりでいい。ん？なんで？前に来た時お前さんに仕事を頼めるかもって言ったろ。覚えてるか？そうだっけ？それで？その仕事をやっぱキャンセルするって言われちゃってな。聞いてみたらなんかヤクザに殴られたんで仕返しがしたいって話だったんだけど。なんだそれ、探偵に頼む話か。まあでも仕返しする必要がなくなったんだってさ。自分で見つけて殴り返したのか？そうじゃなくて、なんとそのヤクザ事件を起こして逮捕されたんだよ。ほら、例の目玉えぐられた死体の。え？じゃあそのヤクザって羽村の頭だよ。驚きだろ。3日の夜ヤクザっていうと、なんかこの辺でホストが顔殴られたとか騒いでたな。ヤクザに？ああ、大した怪我じゃなかったみたいだけど。12時とかもう少し遅い時間だったかな。それもう少し詳しく頼むよ。いや、俺が聞いたのは今ので全部。あとは当人に聞いてくれ。そいつの名前は？聖夜って呼ばれている。天下一通りにスターダストって店があるだろ。そこのホストだよ。ちょっといいか？え、何ですか？この店に勤めている聖夜ってやつに用事がある。ちょっと
呼んでもらえないか。聖夜さんですか。ああ、今いないですね。なんだ、休みか。いえ、今ちょっとお客さんと同伴中でして。同伴ってことは、どこか別の場所で遊んだり飯食ったりしてるってことか。今日で3日連続ですよ。聖夜さん、いい客捕まえたな。そっか。何時頃出勤してくるかわかるか。いや、ちょっとそこまでは。そんなに遠くにはいないと思うんですけどね。そうか、分かった。ありがとうな。ああ、つくもか。八神氏、今度は何の用ですかな。ああ、ちょっと頼みがある。こないだやってくれたつぶやき検索、また頼めねえか。いいですが、何を検索するのでしょう。そうだな、スターダスト、聖夜で頼む。ああ、検索対象の期間は今日一日のつぶやきの中からでいい。承知しました。少々お待ちくだされ。出ました、出ました。今八神氏の画面にも出しますぞ。ちょっとまだ多いようです。他に何か絞り込めるキーワードはありませんかな。そうだな、おお、結構絞れましたよ。よし、この数なら全部当たれそうだ。ちょっと行ってくる。ありがとうな。この程度ならお安いご用ですよ。